グレイシア EX、 傷に噛みつ、いや違うな、クリスタルレイ、クリスタルレイ、次の相手の番、このポケモンは進化ポケモンから技のダメージを受けない。アスカランブレです。昨日ガマゲルゲの紹介をさせていただきました。ガマゲルゲ EX、はい、ガマゲロゲ EX、 こいつは何ができるかって言ったらブルブルパンチ、次の相手の番、相手は手札からグッズを出して使えないっていうことができました。ガマゲロゲが活躍してたのはゲロゲジュナイパーだけじゃなくて XY 中期から後期ぐらいかな、まだサンムーンのカードが出るよりちょっと前ぐらいに流行っていたデッキで、ウォーターツールボックスなるものがあります。ウォーターツールボックスなんぞや。この頃の水タイプのポケモンって小回り効く技を持ったポケモンが結構いっぱいあったんですよ。そのうちの1匹がガマゲロゲ EX、次の相手の番、相手は手札からグッズを出して使えない、グッズ封印をするガマゲロゲ EX で、最初に説明したグレイシア EX、 はい、グレイシア EX、 クリスタルレイ、次の相手の番、このポケモンは進化ポケモンからの技のダメージを受けない。進化ポケモンからの技のダメージを受けない。この進化ポケモンっていうのはメガ進化ポケモンもそうだし、非 GX の、進化ポケモン、例えば何がいたっけな、だから覚えてないけど、あ、オーロットとかか、そういった進化ポケモンからのダメージを受けない。相手がグッズを使ってきそうなデッキだったらガマギョロゲのブルブルパンチでグッズ封じるし、相手が進化ポケモンで殴ってくるデッキだったらクリスタルレイでその攻撃を封じてしまうと。じゃあどういったポケモンで殴ればよかったのか、どういったポケモンで攻撃すればよかったのかって言ったら、やっぱ種ポケモン、種ポケモンで攻撃すれば相手のクリスタルレイを、すり抜けることができる。相手がグレイシア EX でクリスタルレイを使ってきたら、こっちは進化ポケモンじゃない種ポケモンで攻撃すればよかったんですけど、レジアイス、はい、レジストブリザード、次の相手の番、このポケモンはポケモン EX から技のダメージや効果を受けない。当時は GX ポケモン存在してません。 V ももちろん存在してません。ということでメインアタッカーはおのずとポケモン EX になっていました。このレジアイスがレジストブリザードを打つと相手のポケモンをほとんどシャットアウトできた、相手の攻撃をほとんどシャットアウトすることができた。で、それをすり抜けることができるのが非 GX、 非 EX ポケモンの進化ポケモン。 EX じゃないポケモンで戦おうとすると少なくとも進化させてきますよね。 EX じゃない進化してないポケモンなんて本当に非力そのものだから。で、進化させるんですけど、グレイシアで封じることができると、はい、グレイシアで封じることができると、相手によってグレイシアだったりレジアイスだったりを使い分けながら戦います。レジアイスもグレイシアもどっちも水エネ1個とダブル無色エネルギーで起動できるのが、まあ、強みですね。相手がグッズをガンガン使ってブンマン付けのデッキだったらガマゲロゲ EX でグッズ封印をするよと、グッズロックをするよっていう感じのデッキでした。で、水タイプのポケモン小回りが効くって言ったんですけど、まあ、これだけじゃなくて、ほい、マナフィ EX、このポケモンがいる限り水エネルギーがついている自分のポケモン全員の逃げるための必要なエネルギーは全てなくなる。まあ、グレイシアも水1エネがついてたり、レジアイスも水エネが1個ついていると。なので全員逃げるためのエネルギーが全てなくなっている。全員タダで逃げれると、グレイシアで攻撃しようかなとか、レジアイスで攻撃しようかなっていうのがマナフィーがいればこう自由にこうシュンシュンシュンって入れ替えすることができました。で、さらに水タイプのポケモンにはうねりの大会、お互いのプレイヤーを自分の番ごとに1回自分の水ポケモンと雷ポケモン全員の HP をそれぞれ3に10回復させれるということで、まあ、多少ダメージを負ってもこのうねりの大会で 水タイプのポケモンは HP を回復させることができました。いろんなポケモンを使い分けて長期戦に持ち込んで毎ターン全員の HP をそれぞれ30回復させるっていう感じですね。で、さらに水タイプには強力なドローソースが存在しています。オクタン、ほい、オクタン、アビスハンド、自分の手札が5枚になるよう山札を引く。この特性は自分の番に1回使える。このオクタンがいれば毎ターン手札を補充することができます。電動だったら電動ル使うけど、エクストラだったらオクタン使うし、なんなら今でも電動ポイント他のところで割いちゃったな、何でドロー毎ターンしようかなって思ったらオクタン選択するぐらいには電動ルについて強いぐらいかな。で、これで毎ターン手札が5枚になるように引けます。ということでサポートをドローに割かなくてよい、サポートで何かしら相手の妨害をすることができるということで、まあ、フラダリだったり他にエネルギー破壊のカード、まあ、なんちゃらの下っ端とかそういったサポートを使うことで相手の盤面をバシャ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 いじりながら、こっちはドローをアビスハンドでドローをしていくと。で、相手に合わせたポケモンをグレイシアなりガマゲロゲなりレジアイスなりを場に出すことで戦っていくといった感じになります。ウォーターツールボックス、今だったらグレイシア GX、今だったらグレイシア GX とかも入るんじゃないかなと思います。
フロストバレット、相手のベンチポケモン1匹に30ダメージを与え、バトル場に90ダメージ、でこいつがバトル場にいる限り相手の場手札トラッシュにあるポケモン GX EX の特性は全てなくなると。まあこいつがいる限り特性を封じてしまう。今のウォーターツールボックスは、特性を封じることもできます。進化ポケモンやんけ大丈夫かって思うんですけど、エナジー進化、ほいエナジー進化の EV、 自分の手札から基本エネルギーをこのポケモンにつけた時1回使える、つけたエネルギーと同じタイプのポケモンに進化するよと。この EV に手札から水エネルギーをペチョーって貼ると、水タイプのポケモン、まあ、シャワーズかグレイシアにそのターン中に進化することができます。まあ、こんな感じのことを使ってですね、ウォーターツールボックス、今ならグレイシア GX が入ります。あとなんかいるかな、多分上げ出したらめちゃくちゃ強いポケモンいっぱいいると思うんですけど、とりあえずこんな感じですかね。ウォーターツールボックス、エクストラや電動だったら未だ現役なデッキです。ぜひ組んでみてください。まあ、いろんな水タイプのポケモン入れれるから結構個性が出てきて面白いデッキになると思います。なんかこういったカード入れたらいいよ、ウォーターツールボックスこういったカードも入れてみたらいいよっていうのがあったら、ぜひよかったら書き込んでおいてください。今日短いですけどこんな感じです。デッキの紹介でした。ウォーターツールボックス。